ホンダ技研工業、ホンダ技術研究所朝霞、研究所株式会社ホンダ技術研究所は、ホンダ技研工業の研究開発部門を分社化した企業である。本社は、埼玉県和光市にあり、朝霞市、栃木県芳賀郡芳町などに研究所を持っている。伝統的に、ホンダ総一郎以降のホンダ技研工業の社長は、研究所出身者から選ばれている。 特に八代目社長の矢里隆博を除いては、いずれも研究所の社長を経験している。なお、資料によっては、ホンダ技研工業技術研究所とも表記されている。ホンダ技術研究所は1960年設立。もともとは、藤沢武雄が研究所を本社から分離することで、目先の業績に左右されない、自由な研究環境が実現できるだけでなく、 一般的な企業のピラミッド型組織と異なるフラットな組織の実現も容易に行え、研究員に対する待遇も改善できると考えたことがきっかけである。ただ設立準備段階では、当時の本田技研工業の業績が安定せず、しばしば工場において労働葬儀が発生していたことなどから、労働組合の分断工作であるとして社員から大きな反発を受けたものの、藤沢は、 社内のコンセンサスを得られないまま強引に押し切ったという。また、ホンダ研工業から研究所に対して売上高に応じた委託研究費が支払われるという点もユニークである。ちなみにその割合は、設立当初は売上高の2.5%となっていたが、2012年現在は5%をベースに積みました額が支払われていると見られている。 階層が増えピラミッド型組織に近づきつつあることを危惧し、フラットな分鎮型組織を目指し、2006年4月に事業軸別に5つの開発センター体制に移行するとともに、内部でも大きな組織変更が実行された。現場への大幅な権限以譲が図られた。2019年2月に再び大幅な体制変更が発表され、同年4月1日付で、 リサーチ機能を集約した先進技術研究所の設置、デジタル技術の研究を集約したデジタルソリューションセンターの新設などが行われることになった。特に二輪の開発については、従来の二輪 R&D センターを廃止し、ホンダ技研工業の二輪事業本部に機能を統合するため、従来の商品開発は研究所、製造、販売は、 本社という機能区分を一部ながら崩す形となっている。さらに2020年2月には自動車の開発についても研究所のオートモービルセンターを廃止し四輪事業本部に機能を統合することが発表され、研究所はデザインなど一部を除き商品開発から離れることとなった。ホンダ技術研究所遠隔を参照。2019年4月1日に研究所の大規模な 組織改編を下記の通り言った。ありがとうございます。